皆さんこんにちは。エスティローダービューティーアドバイザーの小林です。今日はダブルウェアの素肌感ある仕上がりをお見せしていきたいと思います。今スキンケアで整えている状態ですね。お肌の方はこちらです。それでは今日はこちらの左側部分につけていきたいと思います。早速こちらダブルウェアの下地ですね。こちらです。今日は半顔なので、指のこの第一関節ぐらいの量をつけていきたいと思います。下地の方も肌をこう綺麗に見せたい部分からつけていきます。この頬のツヤの部分が大事ですよね。紫外線もやっぱり高い位置ですごく当たりますので、しっかりここをつけていきます。額も結構こう出てる部分なので焼けたくないですよね。このベースをつけることによってしっかりとこうダブルウェアが密着しますので、綺麗にファンデーションが仕上がりますね。今こちら半顔に下地をつけました。下地だけでも結構こうカバーができているのがわかるかなと思います。ツヤもすごく出てますね。ファンデーションつける前にこの小鼻周りとかこういう頬の高い部分は軽くちょっとこうピピってなじませてあげるとファンデーションも浮いてこなくて綺麗につくので、こういう感じです。これが下地を終わった状態ですね。次にファンデーションをつけていきたいと思います。こちらですね、ダブルウェアのファンデーションです。こちらの半顔になるので量はいつもよりちょっと少なめになります。だいたいこう取っていただいてこれぐらいの量ですかね。今日は素肌感ある仕上がりなので、ちょうどこのマスクがちょうどここの見える部分の指一本を横につけていきます。でこれが今までと違う使い方になるんですけれども、このスポンジですね、こちらを優しくこう縦にスライドしていきます。本当にこう力を抜いて簡単にさっとつけるだけですごくこう光沢のあるツヤのあるナチュラルな仕上がりにつきますね。口元も結構動かす部分なんて本当にもう残りのものを軽くちょっとこう下に乗せるぐらいで、この半面の綺麗な方で軽くフェイスラインを押さえていきますね。であと額ですね。額もファンデーションつけすぎ注意です。結構ここにたっぷりつけちゃうと老けて見えますね。結構こう額も眉間を動かすとシワに入ってファンデーションが余計よれてしまうので、優しくこのようになじませてつけますね。でここがポイントなんですけれども、このおしろいをつける前にこの小鼻周りの毛穴にねファンデーションがたまりやすいので、ここを軽くポンポンと押さえていきます。同時にね目元も乾燥して結構ね小じわが入りやすい部分ですよね。なのでこのスポンジの三角の部分で優しくトントンと仕上げていきます。こちらがダブルウェアのファンデーションをつけた、こちらが素肌ですね。全然違いますね。すごい光沢もあります。しかもこれずっとつけてても崩れないですね。はい、それでは次におしろいをつけていきたいと思います。おしろいもこう綺麗に似せたい部分の位置からつけていきますね。ブラシの中に軽くこう含ませていただいて、優しくポン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 と横につけていただいて、縦にふわっと柔らかくつけていきます。ベースラインはほとんどファンデーションついてないので、優しく額の部分も生え際に向かってふわっとつけていきますね。少し私は最後こうマスクをすると結構この辺よれてきてしまうので、ブラシをちょっとこう払ってから再度縦にこう鼻周り落とすような感じで、で
目も際の部分はつけていきます。完成です。こちらですね、こちらファンデーションつけた方の肌で、こっちが素肌です。で赤みもすごく出てて、全然やっぱりこっちはすごい同じぐらい赤みあったんですけど、綺麗にカバーできてますね。どうですか皆さん、この素肌感ある仕上がり、なんかこう素肌っぽいんですけれども、しっかりこう欠点の部分はカバーができてますね。すごくこうつけてて軽い感じで気持ちがいいです。今本当に皆さんこうマスクを長時間していて、結構こうストレスなんかを感じやすいと思うんですけど、こちらのメイクはこうマスクでもストレスを感じないメイクの仕上がりになってますので、ぜひ皆さんもお試しください。